はい、こんにちは、レトスノーです。今回は登記の申請について解説いたします。まず申請の方法、これは3つあります。まず1つ目が登記所と呼ばれる法務局ですね。法務局に自ら出向いて、申請者が出向いて窓口で書類を提出するという方法、これが窓口申請です。で、2つ目が郵送申請。郵送するんですね。登記申請情報だったり、登記の識別情報とか、まあ、いろんな書類があるんですけども、登記申請に必要なその書類一式を郵送で送る、登記所に送る、法務局に送るという申請方法、郵送ですね。あとはオンライン、まあ、ネットを使って申請をするという、まあ、3つの方法があります。で、この登記っていうのは原則共同申請なんですね。共同申請っていうのは、例えばなんですけども、 A さんが土地を持っていました。これを B さんに売りました。まあ、売買契約を締結することによって B に所有権移転登記させないといけないですよね。この所有権移転登記については、売り主と買い主2人が共同して申請しなければならない。これが共同申請なんですね。で、この時、この登記を行うことで不利益を受ける方が登記義務者と呼ばれます。一方で、この所有権移転登記をすることで利益を得る方が登記権利者です。この所有権移転登記をすることによって所有権を受けるわけですよね。もらえるわけだから利益がある。つまり登記権利者は B さん、買い主です。一方で A さんは所有権がなくなっちゃいますよね。この移転登記をすることによって所有権失うということで登記義務者になります。不利益受けてますよね。じゃあ、もし定当権の設定登記の場合はどうなのかと、 A さん所有のこの土地に C さんが定当権設定してもらったという状況です。この場合、C さんは定当権の設定登記をもらうことによって利益受けますよね。だから C さんが登記権利者です。定当権設定登記の登記権利者ですね。一方で A さんは自己所有のこの土地に定当権が設定されてしまうわけだから不利益がある、登記義務者になるということです。まあ、これが共同申請の2つの事例ですね。所有権移転登記の場合と定当権の設定登記の場合、2つの事例を解説いたしました。これが原則の共同申請の話で、例外的に単独申請、単独で申請できる場合があるんです。ここでは5つですね、解説させていただきます。まあ、その他にもあるんですけども、まあ、主要なものを並べました。まず所有権の保存登記ですね。まあ、これ例えばなんですけども、私が建物を新築しました。で、新築してその建物、一番最初に、まあ、表題登記しますよね。この建物がどんな建物なのか、どんな構造なのか、木造なのか、鉄筋コンクリートなのか、また床面積は何平米なのか、まあ、そういった情報を登記します。まあ、その後ですね、保存登記を行います。この保存登記についても単独で行えますよという話です。私が単独で申請することができるということですね。で、2つ目が登記名義人の氏名とか住所とかを変更する登記、変更登記だったり構成登記、これも単独で行えます。例えば B さんが所有権移転登記を受けた後に住所変更したとかいった場合、 B さんは単独で変更登記、住所の変更登記を行うことができますよって話ですね。で、変更登記と構成登記違いわからないという方は別途動画ありますので、そちらご確認ください。で、3つ目が相続による権利移転の登記。例えばお父様が亡くなって子供が相続しましたよといった場合、子供たちだけで、まあ、言い換えると子供たちだけで所有権の移転登記ができるんだという話です。これはもともと所有権を持っているお父様、お亡くなりになっていないわけですよね。いないので相続人たちだけで所有権移転登記できますよという話です。で、4つ目が仮登記の抹消ですね。まあ、これ前回の動画でお伝えした内容なので、この仮登記の抹消わからないという方はそちらの動画をご確認ください。で、5つ目が収用による所有権移転登記。この収用っていうのは、例えばなんですけども、狭い道路があって、この狭い道路がバス通りだったと、バスが通る道路でも狭い、
だから、まあ、都市計画事業としてこの狭い道路を広げようということで、まあ、広げることによってこの道路沿いの土地っていうのはもう強制的に買収されちゃうんですよ、最終的には。まあ、この強制的に買収していく行為を収用って言うんですね。で、この場合企業者は単独で所有権の移転登記ができますよという話です。企業者っていうのはその事業を行っていく、まあ、工事を行っていく中心となる会社があるんですよ。大手の土木業者とか大手の建設会社とか、まあ、そういったところが道路沿いの土地を最終的に買い取っていくんですね、買収していく。その時の所有権移転登記、これは企業者が単独で申請できますよという話です。まあ、企業者は先ほど言った通り大手の土木会社とか大手の建設業者と、まあ、いったイメージです。その他にも判決による登記、これも単独申請です。まあ、裁判所が登記していいと言ってるわけだから単独で登記することできますよと、まあ、いう話ですね。まあ、ここの内容はもう全て重要な内容なんで、ぜひですね、全て頭に入れていただければと思います。まあ、一回動画見ただけではわからないと思いますので、まあ、何回か動画を見ていただいて、また関連の動画ですね、変更登記だったり、更生登記、仮登記だったり、仮登記の抹消についてわからない方は、まあ、そちらの動画も一緒にご覧いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。